どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね。今日はね、ちょっとね、明治神宮大会でね、まあ、注目のね、エグすぎる投手ランキングベスト3ということで、ちょっとね、この明治神宮にね、現れたね、まあ、現れるね、まあ、ピッチャーでね、特にね、注目してほしいね、かなりエグい、ね、これはいいなってね、思うね、ピッチャーをね、ランキングで、ベスト3ね、ちょっとね、紹介していこうかなということで、まあ、ね、好みもあるんですけど、まあ僕の中ではまあこの3人かなと。まず3位が、まず坂下くんですね。はい、これはね、東洋大姫路の、ピッチャーで、この子の何がいいってね、まずは、やっぱりね、変化が、やっぱね、ローボールに、ね、決まることなんですよね。で、やっぱりこの絶対的安心感とテンポ感ね、だからこの、なんていうんですかね、打たれないエースみたいなね、出てきたら絶対に抑えるエースみたいな感じで、やっぱ安心してね、見られますよね。っていうのと、やっぱりね、このね、いろんな強豪校、ね、ほんま一面和歌山もそうですし、強いチームに対して、やっぱりね、実際に完璧に抑えてきてるっていうね、やっぱり、ね、実績がありますし、ほんでね、球速こそね、150は出ないんですけど、140後半か。で、やっぱりね、ビチビチにね、やっぱコースに決まるんですよね。でやっぱりね、よく言うのが、やっぱその150キロで、やっぱりこう、ね、球がね、甘い球より、やっぱ140ぐらいで、ね、スピンのかかった、ローボールで集めるピッチャーの方がやっぱいいんですよ。てか打たれないんですよ。で、それをね、やっぱこう、実現してるというか、ね、それを実際に、ね、こう表してるのがね、この坂下くんかなと。だからやっぱ高校野球レベルで、やっぱね、このスライダー、この坂下くんのスライダーと、やっぱまっすぐ、さえあれば、まあこの高校野球レベルじゃまあ打てないですし、ね、なかなかやっぱそれこそね、長打とかにはね、ならないなと。だから失投の少なさとか、ね、試合を作るテンポ感とか、そういうのを含めてもね、かなり、レベルの高い、ね、期待のできるね、選手かなということで、僕の中ではね、3位と。で、まあなんでね、3位になったかっていうと、やっぱりね、この東洋大姫路って、まあ、この坂下くんが1枚っていう感じじゃないんで、まあだから、ね、まあ、他のチームもそうですけど、やっぱり、ね、もう他がね、他2人がね、ちょっと僕の中では、注目すぎて3位に留まったと。で、2位が、東海大札幌の、矢吹くんですね。これ背番号7の子かな。左ピッチャーで。この子は、今言ったらマックス141で、まあ、常時130ぐらいなんですけど、強豪校であればあるほどね、非常に、打ちにくいね、球を持ってるんですよね。で、やっぱりね、このね、寒い時期って結構、こういう、なんていうんですかね、めちゃくちゃ速くない、でもこうね、ビチビチテンポよく、こうね、コースに決めてくるピッチャーっていうのは、やっぱね、なかなか打たれないんですよね。で、やっぱりね、もうね、分かっといてほしいのが、もうほんまにね、コースに投げ分けできるピッチャーって、もうほんまに、もうなんていうんですかね、めちゃくちゃこう、ね、この時期には特にいいんで、でやっぱりね、まあ、神宮とかって、まあ、なかなかね、その、乱打戦とかにならないんですよ。ってなった時に、やっぱりその乱打戦でならん中で、どういうピッチャーがね、やっぱりね、いいのかってなると、やっぱり、ね、試合のテンポを作れるね、テンポ感がいいピッチャーと、やっぱその変化のね、変化球でやっぱね、カウントが取れるっていうのもいいですし、ね、やっぱその北海道の中でもね、ちょっとこう見ててね、安心できるピッチャーっていうんですか。だからそれこそこの球みたいなね、まあ、スライダーは確かにいいかな。でもこの球っていうね、球がね、別になくても抑えれるっていう。だからね、こういうピッチャーはなんか今ね、全国のね、前田で野球してる、特に左ピッチャーはこのピッチャーをね、やっぱり僕はちょっとね、見習った方がいいのかなって思うぐらい、ね、やっぱその左ピッチャーで、130ちょいで、よくあるのが、結構その調子によって、ね、荒れるときは荒れてしまうみたいなのがね、結構あるんですけど、このピッチャーの場合はね、アベレージね、もうほとんどね、試合作れますから。だからやっぱそういうピッチャーってね、なかなかね、やっぱいないんで、ね、どうしてもこう荒れてしまうとかね、やっぱそういうのがある中、やっぱね、ここまでね、まとまりのあるね、ピッチングができるっていうのは、ね、すごいと思いますし、ほんでやっぱね、まとまると、これ逆に右ピッチャーとかがまとまると打たれるんですよ。で、徳山選手が意外と打たれとったようにね、高校時代に、ね、やっぱまとまると打たれるんですけど、左ピッチャーはね、別に荒れても一緒なんで、右ピッチャーはちょっとね、荒れ球ぐらいが結構いいんですけど、この左ピッチャーはまとまってる方がね、絶対打たれないんでね、
だからやっぱり左ピッチャーのまとまってるピッチャーっていうのは、ね、かなり僕は評価高いですし、左ピッチャーなんかね、もう変な話ね、変化球がどうとかじゃなくて、まっすぐさえね、別に入っとけば、その高校生レベルっていうんですか、やったら別にね、打たれないんですよ。なんでかって左ピッチャーってちょっとね、特殊なんですよね、その球筋とかが。だから、ね、意外と打たれなかったりするんです。ほんで、そこで変化も完璧ってなるとね、やっぱりね、二重ね、打ちにくくなってくると思いますし、なんかこの矢吹くんは、なんか強豪校であればあるほど、やっぱ体験したくない、当たりたくないピッチャーなのかなと。去年のね、明徳義塾のエースの子に、ちょっとね、雰囲気とか、ね、球筋はね、似てるのかなということで、2位になりました。ほんで1位は、この辺回でやっぱ横浜高校のやっぱ小田くんじゃないんですかね。やっぱこう、今1年生のね、背番号10ですけど、やっぱね、150で、やっぱこの時期でやっぱ150って、まあなかなかね、打てないですよね。ほんでやっぱ変化球も切れてますし、でね、まあなんで1位かっていうとね、まあ伸びしろとか、ね、そういう面を含めてもやっぱね、1位なんですよね。やっぱこのピッチャーのやっぱエグさって。でね、でもやっぱり、まあなんでしょう。まあその3位の坂下くんと、まあ小田選手の、やっぱその、仕上がりとかどっちがいいピッチャーかって言われたら、この時点では僕は坂下くんと思うんですよ。でも、これなんで1位かっていうと、なんて言うんですかね。ここ1番っていうんかな、この小田くんの方が、やっぱり、急速的に上ですし、やっぱりその、プロからの評価を見たときに、やっぱその球が速いっていうのはね、そういうめちゃくちゃね、いいっていうね、ことなんで、やっぱね、この時期に150キロ掘れる、やっぱ小田くんを前田重宝したというか、ね、ちょっとね、ひいきして1位に、しました。でも、ね、これはまあみんなわかるとは、ね、皆さんわかるとは思うんですけど、この小田くんってでもね、結局、まっすぐベースなんですよね。だから、ね、それこそ、初戦とかね、どこと当たるかな忘れたんですけど、強いチームであればあるほど、この小田くんは打たれると思うんですよ。でも、そんなにね、強くない試合に対して、もう完璧に抑えるのはこの小田くんだと思うんですよね。だからこのね、良くも悪くも、やっぱまっすぐベース、ね、その変化球でバン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 ね、カウントを取ってというよりかは、そのまっすぐで、こうね、カウントを取っていくっていうのが、まあ、ちょっとね、その剛腕が打たれる時というか、ね、結局150キロのまっすぐとかでも、ね、まあ、この時期はなかなか打たれないと思うんですけど、やっぱ夏場になってくると、まっすぐピッチャーね、150キロピッチャーが、来ても、もう僕でもですよ、僕の高校時代とかこう思っても、やっぱまっすぐしかないと思ったら、結局、1、2、3でね、ポイント前にしてね、まっすぐだけ狙っとけるんですよ。で、あとは別に変化なんかね、大したことなかったか、別にね、それでね、打てるんですよ。で、余計ね、球速いから飛びますから。だからね、打てるんですけど、140ちょいで変化球ピッチャーっていうのは、もうこれがめちゃくちゃ厄介で、ほんまに打ちにくいんですよね。ほんで、しかもローボールに決まると、まあ、なかなか打てない。だからなんでしょう。僕が知ってる中で言うと、やっぱり上村の、土田くんとか、滋賀学の滋賀学の土田くんか。ほんで、上村の早瀬くんか。あの辺の球って、やっぱ140ちょいですけど、ローボールに決まって変化球もね、バチバチに決まるんで、やっぱね、打てないんですよ、バッターはね。だからやっぱ、ああいうね、球をね、掘れるピッチャーっていうのは、まあ、ややこしいですし、ね、まあ、打たれないと思うんですよ。だから、なんかね、そういうのに比べて、ちょっとね、まっすぐベースなんで、だからそれはちょっと、ね、強豪校であれば、あれこそちょっと打たれるかなとは思うんですけど、でもまあ、この時期にやっぱり、ね、150キロ投げれるっていうのは、やっぱポテンシャルとか、ね、そういう伸びしろとかを含めてもかなりね、えぐい選手なのかなと思いましたし、ね、高3時点で、ね、どれぐらいのね、球をね、掘れるようになってるのかなっていう、非常に興味深い、ね、選手かなと、思いましたということで、皆さんが思う、まあ、意見とか、いや、これはこうやわとかね、あればぜひね、コメントよろしくお願いしますということで、僕の中ではまあ、ね、厳しい話ですけど、まあ、なかなかね、このピッチャーたちでも、ね、こう、どうね、いうね、試合展開になるかっていうのはわかんないんで、でも、よくも悪くもね、このピッチャー3人は活躍するのかなと、思いましたということで、皆さんが思う意見とかね、いや、これはこうやわとか、あれば、ぜひコメントよろしくお願いしますということで、
またお次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、お疲れ。